後藤ガットの GE1996T、GE1996T の搭載ギターを使用するレブビーチ後藤ガット有限会社は群馬県伊勢崎市にある楽器部品メーカー。後藤、G 後藤、後藤などのブランド名で知られる。1950年、後藤正夫によって全身企業の後藤ガット研究所が創業され、バイオリンや ガットギターの部品製造を行うようになる。1960年には有限会社として法人化された。1986年にフロイド・ローズ社、1998年にウィルキンソン社とライセンス契約を結び、以降はブリッジやトレモロの OEM 生産も行っている。主にギター、ウクレレ、マンドリンなどの糸巻き、電気ギター、 ベースギターのブリッジなどを製造している。製品の評価は世界的にも非常に高く、マーティン社やサー、ジェームスタイラー、トム・アンダーソン、アイバニーズの製品をはじめ、様々な高級楽器メーカーに純正部品として採用されている。ギター用のブリッジは、フェンダーのストラトキャスターやテレキャスター、ギブソンのチューノーマティックの純正互換品のほか 現代的なナイフエッジタイプのシンクロナイズドトレモロユニット 510T シリーズや前述のようにフロイドローズのライセンス供与を受け独自の改良を施した GE1996T などが有名であるベース用のブリッジではフェンダーの純正互換品のほか、バダスタイプなども製造しているフラグシップモデルには 510T シリーズや SG510 シリーズなどのように製品名へ510のナンバリングが挿入される。後藤ではしばしば様々なビルダーや楽器メーカーと共同開発のもと OEM 製造を行っている。以下は主なモデル一覧。ありがとうございます。